よし。こういうのは苦手なんだよな。あまりにかわいそうで。じゃあ俺が行ってきましょうか。いや、いい。いくら辛くてもやらなきゃいけない仕事はやらなくちゃ。俺はできる。俺は強い。できる。できる。うん、あ、出てきましたよ。よし。あ、あっち行っちゃいますよ。あ、ごめん、君。ちょっといいか。あれ？事故なんですか？え？本当に事故なんですか？こんなの絶対おかしいよ。兄貴は俺と違って不注意で事故なんか起こす人間じゃねえんだよ。鑑識もきちんと調べて事件性を。でもおかしいもんはおかしいんだよ。刑事さん、これ見てよ。手紙と一緒に200万入ってたんだ。なんでか分かんないけど、何があったんだか分かんないんだけどさ、兄貴はきっと自分の身に危険なことが起こるって分かってたんだと思う。刑事さん、頼むよ。もう一度よく調べてくれよ。分かった。もう一度きちんと確認するよ。お兄さんのことをもう一度確認したけど、やっぱり事故で間違いなかった。うちの鑑識から正式に報告書も出た。そろそろお別れになります。君はまだ若いんだ。早く立ち直って、これからはお兄さんの分まで前向きに生きてほしい。はい、のすけ。兄ちゃん。こいつ。やめろよ、兄ちゃん。二人で一緒に頑張ろうな。泣くなよ。俺はお前の絵が大好きなんだ。ずっと一緒にいような。なんだこのガキ。なんだよその目は。目がなんだよ。は？兄ちゃんがくれた目だ。なんか文句あんのかよ。忍んじゃねえ。なんだ、めちゃ弱じゃん。
なんだこれ。やばい、今月はマジでやばい。67万。何それ。プラダのあれでしょ、グッチのあれとあれ、あ、エルメスのエコバッグで、値段がエコじゃない。あ、どうしよう、イライラする。イライラすると買い物したくなる。はい、おー、愛之助くん。どうよ、調子は。おー、愛之助。大変だったな。ニュースで見たぜ。お前の時、黒焦げだってな。てめえ！てめえ、この野郎！今から逆転勝利するとこだったのにさ。ちょっと血が出てるわよ。だって3対1で勝てるわけないでしょうが。喧嘩するならもっと上手にやりなさい。君は名前なんだっけ。田中愛之助。そう、愛之助。何があったの。いきなり呼び捨てかよ。お兄さんのこと。今朝の職員会議で聞いたの。突然だもの、辛いよね。不安定になっちゃうよね。担任の先生には私から伝えておくから。うっ、無理せずここで休んでていいのよ。教室と生徒の間に保健室、生徒と家庭の間に保健室。私はね、保健室をふかふかのクッションのような存在なんだってみんなに思ってもらいたくて。聞いてる？私の話。あ、いや、全くは。クソガキが。お授業に出ますね。先生、授業出ないの。先生ってさ、体のこと詳しいんだよね。ま、養護教諭だからね。角膜移植の手術をしたらさ、前の人が見てた記憶まで角膜と一緒に移っちゃうことってあるの。は？いや、俺さ、生まれつき左目がほとんど見えなくて、それで角膜を移植してもらったんだけど、でもそれ以来時々見えるんだよ。何が？変な男たちとか木綿とか鳥とか豚とか、わけのわかんない数字、それにアタッシュケースに札束とか。札束？やっぱいいや。先生に聞いた俺がバカでした。左目で札束ね。札束、アタッシュケースに札束、札束、札束。
ちなみに主語が、he とか she が来る場合、完了形の have は has に変わるので注意。これもみんなよく間違えているから気をつけること、I や you の時は have、 he や she が来る時は has、以上、完了形の使い方。継続。あれは一体何だったんだろう。兄ちゃんから左目をもらってから二度もはっきり見えた。幻覚？それとも。もしかしたら兄ちゃんが見た映像だとしたら、兄ちゃんは何か犯罪に巻き込まれたんだ。では終わります。グリーツで、よし。田中くん、田中愛之助くん。帰るの？頭痛なんで。そんなこと言っちゃって、本当は帰って自力で調べようと思ってるんじゃないの。さっさとなり。じゃなくてお兄さんのこと。私協力してあげてもいいけど。結構ですよ。それは残念だな。私車あるのに。それに昼間から中学生が街中うろうろしてたら間違いなく補導されると思うけど、その点私みたいな大人が一緒だと超安全。私一応教師だし。あれあれ、私の車どう？モダンでキュートなフランスの香り。名前はラパン、フランス語でウサギっていう意味なの。もう超可愛くない？私あれ見た瞬間もビビビってきちゃったもん。俺さ、兄貴は事故で死んだんじゃないと思ってんだよね。兄貴は誰かに騙されて、それで何かに巻き込まれて死んだんじゃないかと思うの。先生のラパンの話は聞いてなかったのかな。大体兄貴は不注意でガス爆発を起こすような人じゃない。ここまではコカ・コーラ、明治製菓、花王、早く殴れよ。本当に味の素、鈴木、ドコモの提供でお送りしました。絶対取るから。え、兄ここに住んでたんじゃないんですか。最初は3ヶ月はいたけど、すぐに一人暮らしするって出てった。家賃も食費も割高になるよって言ったのに大丈夫だって言ってね。あれ以来戻ってこなかったよ。あ、何やってんの。ダメだよ。兄ちゃんは寮に住んでるって俺に嘘をついていた。嘘をつかなきゃいけない理由があった。それはなぜ。例えば俺を何かに巻き込まないようにしたとか。